はい、皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。皆さん早速ですが問題です。円の面積、半径 R の円の面積は何でしょう？はい、πr 以上ですね。さすがです。じゃあ半径 R の円周の長さは何でしょう？はい、2πr ですね。そうですよ。はい。じゃあですね、この πr 以上と 2πr、 実は πr 以上、この円の面積を微分してあげると円周になっている。これですね、理由説明できますか？はい、こうね聞かれるとですね、意外と戸惑ってしまうんじゃないかなと思います。実は本当に円の面積 πr 以上、これ微分したら 2πr になってる、円周になってるんですよ。それが実は微分の本質から考えると当たり前なんだよっていうことをですね、今回ですねお話していこうかなと思います。でそこからですね、球の体積3分の 4πr 3乗で、球の表面積 4πr 2乗、その2つの関係値も球の体積を微分したら球の表面積というふうになっている。これもですね説明がつくので、そちらも合わせて解説していこうと思います。本当にですね、数学はいろいろつながってるんだっていうことをね実感できる、ね、すごくねワクワクする内容だと思うので、ぜひ最後まで見てもらえたらいいなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。最初にですね、まあ円の面積を微分したら円周になると、それを理解するためにですね、そもそも微分って何っていうふうに理解していかなきゃいけないと。ということでですね、微分の本質について学んでいきましょう。まあ微分ですね、x の5乗を微分すると 5x の4乗みたいな、とりあえず微分計算はできるよみたいな方もね、いると思うんですけど、ちゃんと本質からなんでその x3 乗を微分したら 3x2 乗になるのかとかね、そこら辺を押さえていく必要がある。じゃあそもそも微分っていうものは何なのか。まずですね、微分のイメージとして接線の傾きっていう風に持ってもらえれば大丈夫です。接線の傾き、そんなん分かってるよっていう方ですね。はい、接線の傾きから一歩踏み込んで変化率を。これを押さえておいてください。変化率、どういうことだということをね、疑問に持つ方もいると思うんですけど、実際にですね、どういうふうに微分が定義されているのかということを押さえていけば、あ、そういうことねと分かるはずだと。例えば y イコール x3 乗、これ微分していきましょう。はい、微分。まあ微分っていうのは何かっていうと、微分したらこれ 3x2 乗になるんですよ。これはね。で、その 3x2 乗っていうのが何かって言ったら、これ点 x、 この x 座標が x の点においけるこの接線の傾きですね。これが 3x2 乗だっていうふうに言うわけなんですよ。はい。じゃあ、このね、y イコール x3 乗の x 座標が点 x、x 座標が x の点における接線の傾きっていうものをどういうふうに求めていけばいいのかっていうことなんですね。で、まあ、接線っていうものを考えるのは難しいわけなんだけども、はい。ね、通る2点が与えられていれば、直線の傾きっていうのは簡単にわかるんですよ。どういうことかっていうと、この x 座標が x の点と、そこからですね、h だけ離れた点、ちょっとね斜めちゃうけど、この2点、この2点を通る直線の傾きっていうのは簡単に分かるわけなんですよ。はい。なぜかっていうと、その傾きっていうのは x 座標の変化と y 座標の変化の比だからですね。で、この x 座標の差は h と、まあ x 座標が x のところにある時の値はこれ y だとすると、この y っていうのは x3 乗になるわけですよね。 x3 乗で、ここの x 座標っていうのはこれ x プラス h なので、ここは x プラス h の3乗と、まあ、y っていうのは x3 乗と。ということは、ここの直線の傾きはって言われたら、 x 座標の変化は h と、 y 座標の変化は x プラス h の3乗引く x の3乗と、こういうふうに求めることができるわけです。で、これまあ3乗の展開公式を使ってあげると、こういうふうに展開できて、x3 乗は消える。で、h をですね、これ割ってあげれば、3x2 乗足す 3xh プラス h2 乗っていう形になると。これがですね、この直線の傾きになるわけですよ。はい。この直線の傾き、この h をですね、めちゃめちゃちっちゃくしていくと。はい。まあ、その、h っていうものは本来ですね、1とか2とかなんかあるわけなんですけど、その1を 0.1 にして 0.01 にして 0.001 にしてと、要はこの x3 乗の点からなるべくね、近づけていくっていうふうに考えていくと、どうなるかっていうと、それはもう完全にですね、接線と同じになると。つまり、この
H を0にすることによって接線の傾きになる。H を0にするって言ったら、この H が0、ここは H2 乗も0だから、残り 3X2 乗になりますよね。これが接線の傾きだと。確かに X3 乗微分したら 3X2 乗になるなっていうのがわかるわけですね。はい。まあ、こんな感じで、ある関数があった時に、まあ、ある関数、こんな感じで適当に書きますね。適当に。Y イコール FX っていう関数があった時に、この点 XFX における接線の傾き、これが F'X っていうものなんですけど、これどういうふうに求めてあげるかというと、微小にですね、ちょっとだけずらすと、ちょっとだけ、まあこれちょっとに見えないかもしれないけど、もうちょっとっていうふうにね、思ってください。めちゃめちゃ近いと。この赤い2つの点はめちゃめちゃ近いっていうふうに思ってください。はい、めちゃめちゃ近い。だからここの幅ですね。まあ一般にですね、DX っていうふうに、デルタ X ね、このデルタっていうのはめちゃめちゃちっちゃいという意味なんですけど、X がめちゃめちゃちっちゃいところだけ差分取ってあげた時のこの変化。まあ、要は X がちょっと変化したら Y もちょっと変化しますよね。Y 座標もちょっと変化する。だからこの X をちょっと変化させた時の Y をちょっと変化させたもの、この DXDY っていうものが、これが微分のですね、まあ、意味になるわけなんですね。F'X。これはですね、FX を微分しましたよということ。で、まあ、この dydx っていう形をですね、まあ、見たことあるんじゃないかなと、見たことある人はね、多いんじゃないかなと思いますが、これですね、要は、y を x で微分しますよと、そういう意味なんですけど、はい、これ、この意味を考えたら、実はですね、ただの分数なんですね。ただの分数。すなわち、どういうことかというと、x をちょっとだけ動かしました。その時、y をちょっとだけ、まあ、y もちょっとだけ変化しますと。その、変化率になってますよね。X ちょっとだけ動かした分の Y をちょっとだけ動かした。だから、X の変化分の Y の変化ってことなんですよ。要は。これって変化率っていうことなんですけど、まあ、簡単に言ってしまえば、X が変化したら Y どれだけ変化すんねんっていうことが分かれば、この dydx、Y を X で微分した関数が求められるっていうことなんですよ。これが大事。X がちょっと変化した時に Y がどれだけ変化すんねん。もうこれがですね、本質なんですね。じゃあ、これが分かればですね、実は円があった時に、ちょっと円がね、汚いので、もう一回書きますね。うん。お、綺麗ですね。綺麗ではないけど。はい。まあ、円の半径 R だとしますね。この円の面積は πr2 乗になってくるわけなんですけど、面積 S イコール πr2 乗と。今回知りたいのはですね、S を R で微分したら、円周になる。まあ、2πr、L と。まあ、このね、円周 L になると。これが知りたいわけじゃないですか。まあ、L っていうのは 2πr ね。うん。なんでやねんっていうこと。これが分かればいいと。で、これですね、DSDR、まあ、DR 分の DS の意味っていうのは、要はですね、R が変化したら、S どんだけ変わんねんっていう意味なんですよね。ということはですよ。はい。R をちょっとだけ大きくするっていうのは、半径をちょっとだけ大きくするってことですね。半径をちょっとだけ大きくする。その時に面積どんだけ大きくなんねん、どんだけ変わるねんって言ったら、ここになりますよね。はい。R をちょっとだけ動かしたら S どんだけ変わんねん。この赤のね、斜線の部分だよ、という風になるわけですよ。はい。じゃあ、この DRDS、この比ってどうなってんのっていう風に考えていけば、もうね、おのずと答えが見えてくると。この DR と DS の比。まあ、そのですね、これ、厳密に言うと、ちょっとね、ズレがあるんですけど、一旦そこは目をつぶってください。ここの部分ですね、スパーッと切ると。まあね、こういうバームクーヘンの形、ね、この赤いね、斜線の部分がバームクーヘン、イチゴのバームクーヘンだと思ってください。はい。で、このイチゴのバームクーヘンを、ここね、スパーッとね、切るわけですよ。包丁入れて切る。で、そのバームクーヘンを、ペロペロペローっと開いてあげると。そうしたらどうなるか。なんとですね、バームクーヘン、ピローっと、ね、ちょっと開かなかったな。うん、長方形になるんですよ、長方形。ピロピロピローっとめくってあげると、こうなるわけじゃないですか。はい。で、これですね、まあ、厳密に言うと長方形じゃないんですよ。なぜかっていうと、このね、内側の部分と外側の部分って、もちろん長さ違うわけじゃないですか。でもですね、微分だと長方形って見なせるんですよ。なぜかっていうと、要は DR っていうのはめちゃめちゃちっちゃいわけですよ。めちゃめちゃちっちゃい。だからこれね、厚く見えるわけなんですけど、まあ、実際バームクーヘン、めっちゃ細いバームクーヘン、もう針で作ったんかっていうバームクーヘンなわけなんですよね。はい。まあ、針より細いってことですよ。要は。
ってなったら、まあ、実質ここ同じって言えて、まあ、実質ここの長さもうほぼ一緒。だから、長方形って見なせるわけなんですよ。はい。そこが大事。じゃあ、長方形って見なせました。じゃあですね、ここの部分どうなってるかっていうと、ここが DR ですよね。ここね、厚み、DR。バームクーヘンのね、厚さ、ほぼないわけですよ。これ、もうぺったんこ。で、ここが DR で、じゃあ横幅はって言われたら、これですね、円周ですよね。半径 R の円周になってると。これ L になってますね。で、ここの部分が DS と。もうこれで確定ですよね。R ちょっとだけ動いたら、S どんだけ変わんねんって言ったら、R ちょっとだけ動いたら LDR。この面積って、縦かける横みたいな感じで、LDR で求められる。ってことは、DS。まあ DS を DR で割ってあげれば L と。ね、円周になってるっていうわけなんですよ。ね、もうだから計算もしなくても、ね、S を微分したら、S を R で微分したら L になるっていうのは、わかるわけなんですよ。ね、R があって、半径 R の円があって、R、この半径をちょっとだけ大きくしたら、面積 S どんだけ変わんねん。で、ここの部分になって、この比を求めてあげればよくて、じゃあ、こうね、このバームクーヘンをペローってめくってあげれば長方形になるから、この長方形のね、面積と、この高さの部分の比が、この円周に対応してるでしょっていうね、それでわかるわけなんですよ。はい。ということで、πr2 乗の微分が 2πr になる。っていうのがわかるわけなんですね。さらにですね、この理論をですね、ちょっと応用させてあげるとですね、もっと面白いことが分かって、今度球に行きますね。3次元。うわ、3次元かと。はい、球なんですけど、体積は3分の 4πr3 乗と、半径 r の球の体積は3分の 4πr3 乗、表面積は 4πr の2乗と、これですね、またまたですね、r で微分したと。そういう関係になってるわけですよね。これもなぜかっていうのが簡単に分かるんですよ。Q。まあ、これね、円と同じように見えて実は Q なんですよ。はい。円と Q をですね、実際に書いて区別するのはね、かなり難しい。まあ、それこそ芸術の何回書き直してんって話なんですけど、はい。まあ、芸術的なセンスが必要。で、これ、半径 R の Q があったとして、これですね、今回求めたいのは DVDR が S であるということを示したいわけで、要は、このね、R がちょっと動いた時に V がどれだけ変わるねんっていうことを知ればいいんですよ。で、この R をちょっとだけ大きくすると。ね、これね、分厚く見えるけど、もうぺったんこ。いう風になるわけじゃないですか。はい。まあこれ、均等な円だと思ってください。ね、なんかこう太陽みたいですね。ボワーってなって。けどこれ太陽じゃなくて球ですよ。ちゃんとした球。で、これですね、今回知りたいのは、DR、これだけ動いた時の DV。DV ってどこかっていうと、まあこれ、書き方が難しいんですけど、これ、周の部分だけじゃなくて、まあここ全体っていうふうにしたいわけなんですよ。球があって、そこの周りのね、部分。だから、イメージ、すごいイメージなんですけど、球が、例えば、じゃあみかんだとしましょう。みかん。みかんでも何でもいい。スイカでもいいけど、メロンでもいい。で、その周りにクリーム、生クリームを薄く塗ったというイメージをしてください。その生クリームに対応する部分が DV。で、生クリームの厚さが DR だと。ね、薄く生クリームを塗ってあげると。丸いものにね。で、生クリームの厚さの部分が DR で、生クリームの相対積が DV っていうふうに思ってもらえれば分かりやすいんじゃないかなと思います。じゃあ DVDR の比はって言われたら、要はですね、これ DR、まあそのここがね、ちょっとね、厳密性をね、書くかもしれないですけど、イメージしたら分かりますよね。その生クリームの相対積っていうのが、結局ですね、その球のですね、表面積かけるその厚みになってると。だから、この DV の部分っていうものが、その DR のですね、S 倍になってるわけですよ。この表面積の DR 倍。まあ、これがちょっとね、よくわかんないよっていう方はですね、もうちょいイメージ。例えば、この R と DR、DR がめちゃめちゃ小さいっていう例として、このね、これが地球だとしましょう。地球。はい、地球だとして、まあ、その地球をですね、なんでもいいけど、まあ、じゃあ、お金でもいいや、お金。1万円札。1万円札を床にペタペタ貼ってって地球全体を埋め尽くそうっていうふうに考えたとするじゃないですか。はい。そうするとですね、この1万円札どんだけいるねんって、まあ1万円札ね、体積ね、体積、まあ厚みをですね、DR っていうふうにすると、結局ですね、1万円札全部合わせて表面積分必要になるわけじゃないですか。
ね、この表面積 S 分を全部埋めてあげればよくて、それってですね、まあ、その全部埋めてあげた結果、どうなるかっていうと、これと全く同じ状況になりますよね。このね、1万円札の厚み分だけ地球よりね、ちょっとだけ大きくなる。で、じゃあそこの相対積はって言われたら、結局この1万円札の総表面積、要はそれは地球のですね、この表面積と一緒になるわけなんですけど、その S の DR 倍と厚み、1万円札の厚みと一致するわけですよ。っていうね、まあそのお金、まあお金じゃなくてもよかったけども、まあなんかの紙で埋め尽くすというのと、それを想像してあげれば理解できるんじゃないかなと思います。そうすれば、まあ DV イコール SDR っていうのが分かって、じゃあ V と R の比はって言ったらもう S に分かりますよね。だから、こういう感じで V を微分したら S になるっていうのは、イメージするだけですんなりと導けるわけなんですね。よろしいでしょうか。ということで、例えば V イコール3分の 4π r 3乗っていうのが分かってて、表面積なんだっけなと思ったら、ん？でも、体積の微分って表面積じゃん。そこからですね、4πr2 乗っていうのを導くことも可能になると。はい。まあそんな感じで、しっかりとね、微分の本質っていうことを学んでいけば、実はですね、いろんなものが繋がったりするっていうね、そこがまた数学の面白いところじゃないかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。